はい、今度は1番から4番の問題を解いてみてください。はい、できそうだなと思う人は自分でやってみましょう。はい、では解説していきたいと思います。はい、 x プラス4の2乗というのはどういうことかというと、 x プラス4を2回掛け算しているということになります。はい、なので前回と同じことを確認していくと、先頭の文字が同じものを使っていると、はい、いう場合に関しては、今までと同じようなやり方だね。x2 乗をして4たす4をして8、それに x をかけて16という形になります。で、毎回こんな風にやってると時間がかかってしまうので、先生からみんなにお願いは、もう x プラス4の2乗というのはそれを2回かけてるっていうのは分かってるので、なのでここはもうなくていいです。なので一番初めにいきなりこの答えが書けるように練習をしてください。はい、では次行きましょう。はい、じゃあ次は2番は同じだね。 a の2乗プラス6が2個あるから 6×2 で 12a でプラス36と、こんな感じです。はい、3番も同じね。 x 2乗プラス 5y が2つあるので 5y×2 で 10y、 10y×x で 10xy でプラス 5y の2乗なので 25y 2乗となります。はい、なので2乗の計算に関してはそれほど難しいものではないので、はい、しっかりと練習をして、定着させてください。はい、では次は4番になります。はい、で4番の問題も同じような具合ね。最初 2x なので 4x2 乗、で次はマイナス 3y が、2つあるのでマイナス 3y×2 でマイナス 6y、 それに 2x をかけるのでマイナス 12xy でプラスの 9y 2乗となります。はい、で今回のここの単元の乗法公式というのは、ちなみにどのような形で、式に書いてあるかというと、こんな感じですね。 a たす b の2乗っていうのは a の2乗プラス 2ab プラス b の2乗と、はい、こんな風に書いてあることが非常に多いです。なので、知っておいてください。はい、これだね。はい、では次いきます。はい、じゃ今度は丸5番です。はい、丸5番の問題はこういう感じの問題。 x-5、x+5 と、こんな感じね。はい、ということで、符号が違うだけの計算になります。はい、なので計算はじゃあどのようにするかというと、こんな感じね。はい、まず、先頭の部分の x が同じです。はい、なので x×x で x の2乗次はマイナス5とプラス5を足し算すると0。0に x をかけたら0です。0は書かない。で次はマイナス5とプラス5をかけてマイナス25。はい、こんな感じね。になります。はい、ということは、まあ、今回の問題に関してはみんなに知っておいてほしいことはどういうことかというと、まず符号が違うだけの場合というのは、2乗して2乗してマイナスをつければ、はい、計算できますよということね。はい、じゃあこれを教科書の式として、公式としてね、まとめていくとどんな風になるかというと、こんな感じね。 a-b a プラス b イコール a の2乗マイナス b の2乗となります。はい、さっきも話したけれども、今回のやつは教科書に掲載されているものなので、しっかり暗記をして学校の定期テストに出題されたりするものになるので、しっかり覚えておいてください。はい、じゃあ頑張ってね。